都営バス、大梅市所。都営バス、大梅市所は、東京都大梅市森下町に位置し、大梅市内をはじめとした多摩地域の路線を担当している、都営バスの営業所、支所である。正式名称は、東京都交通局早稲田自動車営業所大梅市所で、営業所記号は、W、ナンバーは、八王子である。都営バスでは唯一、多摩地区。 23区以外に拠点を置いている。同支所が運行する路線は、全線が多摩地区のため、23区内の均一運賃と異なり、大記録完成運賃となっている。このため、車両や乗車券の扱いなどで、以下のように23区内を走行する路線と一部、異なる部分がある。車庫は、支所併設のほか、東山都市なら橋に、 大和総社所を設置している。乗車券等は、大和総社所でも購入できる。実車の方向幕には、甲、乙、平などは記載されていない。大梅車庫、大梅駅から、大梅街道を忠実に走行し、大梅市、水穂町、武蔵村山市、東山都市、小平市にまたがり西部新宿線花子金井駅まで、至る路線で、都営バス及び、 都内一般路線バス最長路線である。開通当初は、小平合同庁舎前から先も大梅街道を走行して、北浦、小木久保駅、阿佐ヶ谷駅まで足を伸ばしていた。1984年3月31日に、田無本町2丁目、現、田無町2丁目阿佐ヶ谷駅間を短縮し、当時の放屋市から一旦撤退したが、1992年に終点を、 田梨本町二丁目から西部柳沢駅、停留署名は柳沢駅前へ変更し、東伏見草社所への改装運転がなくなった。2015年3月31日に、小平合同庁舎前から柳沢駅間を短縮し、小平合同庁舎前から花子金駅に乗り入れ、西東京市から完全撤退し、現在に至る。 なお廃止となった小平合同庁舎前から柳沢間、さらに古くは小平合同庁舎席長2丁目間には従前より重複した経路を走る西部バスの基地64系統が設定されており、重複する区間内では都営バスと西部バスの共通定期券の取扱いも存在したが、2015年の区間短縮とともにこの取扱いも終了している。 長距離路線であるがゆえに全線を乗り通す乗客は少ないが小平地区では昭和病院へ通院する乗客東山都市駅から大梅側では沿線住民が最寄りの鉄道駅へ向かうために利用するなど短距離利用がいくつもつながった結果このような長距離路線となった東山都市駅から大梅方面は並行する鉄道が存在しないため 東山都市駅での折り返し運用を増やしている傾向にある。このため、沿線住民にとって大切な路線となっている。武蔵村山市役所東山都市駅間は、西武バスと共通乗車券の取り扱いを行っている。2019年10月1日、西多摩保健所バス停が、諸岡町3丁目に解消された。 シーナ・マコトのエッセイに取り上げられたことがあり、田梨本町二丁目、当時から、大梅車庫まで、この路線を全線乗り通した様子が書かれている。工術の梅76校、おつりを継投とともに、柳川以北がフリー乗降区間となっており、停留所以外での乗車時は乗務員に拒止をし、降車の際にはブザーを押してから乗務員に直接、申告する。閉奏。 共通定期券取り扱いを行う西部バス班41系統でも柳川、岩井道をフリー乗降区間としている。現在都営バスとして唯一、東京都外、埼玉県飯能市、上畑、下畑停留所付近を走行し、同区間内のみの東京都シルバーパスによる乗降はできない。この付近では国際工業バス班11系統と一部並行する、逆に、 平行区間は、同社唯一の大梅市走行区間が含まれる。ホタルを見る夕べ開催時は、臨時バスが運行され、LED 表示に、ホタルのイラストが表示される特別仕様となる。1975年4月7日に七76、京都、吉野宇穴利目が、西部バスの代替で開業するが、1985年に、大梅社高宇穴利目、東大梅駅、 大名メ駅吉野のに系統に分割される。梅76校、オッツの系統の一部には、北、遅木を経由しない便が存在する。1990年7月22日に、梅レイチ系統、大名メ駅緑道美術館を、降落向け路線として新設した。3月から11月の休日と都民の日、10月1日のみの運行だったが、現在は、土休日の通年運行としている。 2005年4月1日、吉野玉堂美術館前の経路を、御嶽駅経由に変更し、半時計回りの循環運転とする。上成木港は、梅76港、梅76をつあ合わせて、平日と休日ともに、御嶽駅方向を往復、上成木方向4往復のみの運行で非常に少ない。なお、上成木のバス停は、小水山登山口の副名称がついている。 そのうち北、遅ぎを経由する便は、平日と休日ともに、大梅駅方向に往復、上成目方向3往復である。吉野行の梅76平は、平日は1時間に3から4本、と休日は1時間に1から2本の運行本数が確保されている。東京バス案内において、梅76後継等の東大梅駅柳川、上成目、 北遅ぎは経由せずが再現されている。浦宿町、大梅駅前から、川辺駅前、吹上地区を結ぶ路線と、大梅駅前から小牧町地区を通る路線からなる。2015年3月31日をもって、花小金井駅発着に短縮、西東京市から撤退した。1996年4月4日に、大梅市立成牧小学校への通学目的として、開設された。 同校は通学範囲が非常に広い上、学区内に採石場が点在することから、大型ダンプカーの通行量が多く、児童の登下校が徒歩などでは非常に困難、危険であるため新設された。当選のダイヤは、成木小学校の始業、就業時間に合わせて設定されているため、事実上のスクールバスとなっているが、あくまでも一般系統として設定されているため、 成りきしょうの児童以外の一般客の利用も可能であった。他の路線では見られない特徴を多く有したことでも有名。東京都広報増刊27によると、梅78系統は2010年4月1日付で廃止されている。指定車種、日野自動車現在は三菱不走を除く3メーカーの車両が配置されている。音声合成、クラリオン、レゾナントシステムズ。 いずれも、整理券発行者で、都営バスでは唯一中乗り、前折り仕様となっている。このため、行き先表示器、定員などに、特内使用者との違いが見られる。方向幕は、かつては23区と同じ白字で、後面も、起点終点兵器だった。1988年に黒字、白文字に変更され、後面は、深川や品川営業所、江南支所の車両と同様に、 系統番号と行き先のみの表示であった。乗車方式の変更後数年、1985年から1993年は、一般路線用については、中型車の日のレインボー PRJ172BA のみ在籍していた。再三面で、中型化したものだが、大梅市内の利用者像があったため、1993.1994年度には、 大型車の日のブルーリボンが投入された。さらに日のレインボー HR も投入され、この HR が、大梅市初発のノンステップバスの登場となった。投入される車両は長らく、日ののみだったが、交通局の購入方法の変化に伴い2006年度に、大梅では、初の日の以外の車種として、P 大のドトラックススペースランナーを4台投入し、合わせて、大梅市にも、 尿素の補給設備が設置された。なお、2007年度の R 台は再び、日野車となり、ブルーリボン2、イスズエルガとの統合モデル車が投入されたが、これに伴い、同年10月限りで、大梅支所から、2ステップの大型一般車が全廃となった。その後、最後に残った D 台中型車も特内から転属の、レインボー HR によって除籍され、事実上大梅支所から、 ツーステップと方向膜が絶滅した。2009年からは RJC 台の代替でイスズエルガミオが導入された。しかし中型ノンステップ車は通常の中型車と比べて収容力に難があり、大梅では混雑時に使いづらいこともあり、品川営業所の指令1系統専用車である日野レインボーと三菱ふそうエアロミディを置き換えるため全車転出、入れ替わりに 徳内からレインボー HR が転入した。これら HR の転入元は品川、小滝橋、早瀬賀、菅野、も、大塚、南千住、江戸川、臨海、深川と多岐にわたる。この結果、大梅市所ではレインボー HR が過半数を占めるようになったが、その HR のうち、計578、579、581、 589号車の4台は2014年4月に、梅76系統の一部が再編された際に、臨海支所へと転出している。特定車を除けば、特内から大梅に移り、再び特内に出戻る例は、これが初のケースである。2015年度は、イスズエルガが配置され、2001年度車。 レインボー HR のうち WH231.233 号車と、後述の事故車 WR574 号車が置き換えられた。残る WH232 号車も2016年度の、イスズ新型 L が配置で、軽代車と共に置き換えられ、再び大型車の比率が増加している。日の ブルーリボン2のうち WR574 号車は2015年3月に事故で全面を大破し、除籍されている。事故による早期除籍は、菅も営業所の PM182 号車、後に訓練車に改造、早稲田営業所の TK611 号車以来となる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。